愛媛で地震、予想震度1、豊後水道、マグニチュード 4.2、最大震度3。時間は100秒以下。第3報受信。震央、豊後水道、深さ 40km。マグニチュード 4.4。予想震度0。猶予時間は90秒以下。第4報受信。震央、豊後水道、深さ 50km。マグニチュード 4.3。予想震度0。猶予時間は70秒以下。震度3、高知。最終報受信。震度2、山口、愛媛、大分。深さ 50km。マグニチュード 4.3。予想震度0。猶予時間は60秒以下。S 波到達まで40秒。S 波到達まで30秒。S 波到達まで20秒。震度速報、最大震度は4です。S 波到達まで10秒。先ほど6時56分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い地震がありました。津波に関しては気象庁で調べています。震度4を観測したのは、愛媛県なんよ。震度3を観測したのは、高知県西部、大分県北部、大分県中部です。繰り返します。先ほど6時56分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い地震がありました。津波に関しては気象庁で調べています。現在地の推定震度0未満。30秒経過。震度速報、最大震度は4です。震源情報、津波の心配はありません。先ほど6時56分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い地震がありました。津波に関しては気象庁で調べています。震度4を観測したのは、愛媛県なんよ。震度3を観測したのは、高知県西部、熊本県阿蘇、大分県北部、大分県中部、大分県南部です。繰り返します。先ほど6時56分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い地震がありました。津波に関しては気象庁で調べています。地震情報、最大震度は4です。先ほど6時56分頃四国地方で震度4の揺れを観測する、やや強い地震がありました。震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ 50km。マグニチュードは 4.4 となっています。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、愛媛県なんよ。震度3を観測したのは、高知県西部、熊本県阿蘇、大分県中部、大分県南部、大分県北部。震度2を観測したのは、山口県中部、山口県東部、愛媛県東予、愛媛県中予、大分県西部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い。震度1を観測したのは、島根県西部、岡山県南部、広島県南西部、広島県南東部、広島県北部、山口県西部、香川県東部、香川県西部、高知県中部、福岡県北九州、熊本県熊本です。繰り返します。先ほど6時56分頃四国地方で震度4の揺れを観測する、やや強い地震がありました。震源地は豊後水道で、震源の深さはおよそ 50km。マグニチュードは 4.4 となっています。この地震による津波の心配はありません。